滝沢秀明、社長平野氏、よ神宮寺勇太の飛べ合流、ジャニーさんの夢実現への一歩。皆さん、こんにちは。ジャニーズ界の大きなニュースが飛び込んできました。滝沢秀明社長が設立した芸能事務所、飛べに、元 V6 の三宅県、そして元キングプリンスへの平野仕王と神宮寺勇太が合流することが発表されました。 この発表はファンにとっては喜びの一方で複雑な思いを抱かせるものとなりました。ジャニーズの OB で飛ベ入りに名乗りを上げたカウアン・オカモトが性加害問題を告発したことは記憶に新しいですが、現段階でその合流が実現する気配はありません。 一方で、滝沢秀明社長はジャニーズ JR との連絡を取り続け、元インパクト大勢の7人も合流する見込みだと言われています。これまでのジャニーズとは一線を画すアプローチで、滝沢は芸能界の常識を覆そうとしています。実は、滝沢はかつてジャニーズアイランドの社長に就任する前にも独立を考えたことがあったそうです。その理由は、 当時のジャニーズがデビュー組に飽和状態で、ジュニアがデビューできない時期もあったからです。しかし、ジャニー氏の説得で踏みとどまり、後継者に指名されて裏方に転じた滝沢は、事務所内で発言力を強め、スノーマンやシクストーンズへのデビューなど多くの成功を収めました。 滝沢と平野は、ジャニー氏の夢を叶えるという共通の目標で合流することを決意しました。この合流が金プリの分裂の引き金となったとも言われています。平野さんと滝沢さんは、ジャニー氏の夢を実現するために協力し、それが現在の飛べの発表につながったのでしょう。滝沢と平野は、ジャニー氏を尊敬し、 彼の夢を叶えることを心から望んでいます。そして、トベのコンセプトは、誰が一番大きな声で笑えるかの勝負、だと言われていますが、その勝負に挑む姿勢が注目を浴びています。結論。ジャニーズ界における新たな展開に多くのファンが注目しています。滝沢秀明社長が率いるトベは、今後どのようなプランで動いていくのか。 その行方に期待が高まります。滝沢と平野の合流は、ジャニー氏の夢を叶えるための新たな一歩として、ファンにとっても大きな意味を持っていることでしょう。読者への挨拶。今回の記事をお読みいただき、ありがとうございます。ジャニーズ界の新たな展開について、詳しくご紹介しました。滝沢秀明社長と平野氏要、神宮寺優太の合流が、 今後の芸能界にどのような影響を与えるのか、私たちも注目していきます。引き続き、ジャニーズの最新情報にご期待ください。